こんにちは。 YouTube で開封動画、アンボクシング動画っていうのが一つのジャンルとして成立しています。こういう段ボール、こういう段ボールで届いたものをですね、今これが届きました、さて早速開けてみたいと思いますみたいな感じで、こんな感じですね、開けますみたいなことをやっている方が多いようですけれども、そこでこういうところですね、住所とかをこうマスクするのがまあ一般的ですね。なんですけれども、一つ忘れてることがありますので、注意点として覚えておいてください。それはですね、これは Amazon プライムで買ったので、ここについていた、いろんな運送業者が使うですね、それは剥がされて今これついてないんですけれども、一般的な宅急便の荷物には運送会社が社内で使う配送用の番号がついています。こういうのとは別にシールが、謎の番号のシールが貼ってあったりですね、運送会社の配達店の番号とかが書いたそのナンバーがですね、こういうところに書いてあったりします。そこの番号を見るだけで住所はわからないんですけれども、おおよその何県何市何町ぐらいまでは分かっちゃいます。なので住所を隠しててもそこの運送会社の配達用の番号を隠さないと住所を隠してる意味がありません。またですね、今ここ隠してますけど、多分ここのバーコードは配達用の番号が書いてあるコードだと思うので、こういうバーコードも隠さないとダメですね。はい、この番号を運送会社のシステムに入力したら、どこからどこに行く荷物かっていうのが出てきちゃいますから、そういうのも隠してください。なのでこういう箱を、運送会社から届いた箱をですね、見せて開けますっていう時は、住所以外にもいろんな番号がついてるんで、そういうものも消すようにしてください。別に自分の住所が知られてもいいですよっていう人は別に消さなくてもいいですけどね、一般的にはそういうところも消した方がより安全です。